はいえー、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、宇都宮記念3日目、えー、準決勝戦予想したいと思います。はい、えー、準決勝戦3つと予想いたしました。えー、10レースは、えー、恋からレースを運べそうな長島がまくり追い込みで、連、えー、に絡むと。11レースは、えー と、三分線なんですが、胡椒のまくり行きたい。十二レースはですね、ここ、平原が人気になると思うんですが、私はですね、ちょっとひねって、えー、先行する竹内番手の笠松を狙ってみたいと思います。はい、まず十レース、準決勝ですね。はい、ご覧の9人。えー、っと、 桑原大師が s k s 班。えー、点数もトップ。次が河、えー、村洛二ですね。ただですね、これ大激戦で、一番点数のない岡でも106点で、えー、トップの桑原と5点しか変わりません。かなりの激戦模様です。そして、えー、111期ルーキー、南10を忘れちゃいけませんね。果たして、根田高氏が相手にどういう競争をするのか。 河村を連れてるですし、まあ河村はその森さんと競りになってしまいましたが、河村が、まあ、人の後ろ回るケースも増えてくるでしょうから、どう乗り切るかとか、興味が深いですではあります。はい、えー、っと、そうですね、並びがご覧の通り、えー、南淳の後ろを、 ま、河村浩二が回るところ秋田の森沢が、えぇ、ー、競りに行くと。まあ、河村は、あの、純粋な追い込みじゃなく、基本的地域選手ですからね。さらに、み、まあ、南の、積極策に期待して、まあ、ここは、森沢は勝負に出たということでしょうね。まあ、最初から、 これをした森沢の姿勢っていうのは評価されて叱るべきだと思います。さてですね、これですね、このレース。えー、っと、バック回数はまあ、南がトップ。まあ、基本的に南、スプリンター、まくりが得意な選手で、まあ、二次予選は、えー、先行する、一度前へ出てから、あの、 振動だったかな窓って書くんで、わかり、あの、どう読むのかっていうのが、ちょっと迷ったりするんですが、多分振動だったと思うんですが、振振動に、が叩いて、そこでですね、えー、っと、後ろから来なかったんで、えー、3番手を、えー、っと、取って、まあ、外に振りながら、あの、 3番手を確保する動きをしながら、あの、2コーナー過ぎからまくってくるという、行くという、まあ、クレバーなレースで、まあ、何度でも使えるわけではないんですが、クレバーなレースで、えー、っと、最後、同県の指揮を寄せ付けなかったですね。強かったです。ここはですね、えー、っと、スピードで、 素晴らしいスピードを持つネ高タ,タカシがいますので、それにあの胸を借りる競争ですね。を期待したいところですね。そのネダタ,タカシも16回バックを持って,いってます。まあネダはですね、競争が、なんていうか、まあ荒いんで、荒いということもあって、 でもしくは仕掛けるタイミングが結構ランダムなんで安定感がないっていうのがちょっと問題ではありますよね。狙いづらい。ほんと爆発した時のスピード破壊力っていうのは素晴らしいものを持ってるんですけどその辺はどうなのかなとは思いますね。 で、前を取るのは誰だろう ?3 回の松島がトップ。2回の長島が2。も、が二、えー、っと。桑原が取るかもしれないし、もしかしたら南が取るかもしれない。大月はまあ、9番車だからないか。 河村が取ったりしてな。まあ、いろいろ考えられますよね。一応、あの、中、えー、っと、中国勢が前だと思います。長島としては、あの、好意を取りたいですからね。で、えー、っと、レースとしては、そうですね。まあ、南がやっぱり抑えに行くでしょうね。えー、っと、後ろがたとえセリでも。 で、えっ、ー、と、値段は、まあ、比較的前にいるんで、3番手ぐらいかな。で、値段は、スルスルと引く。まあ、前には行きたくないんですが、行っちゃいそうな感じはありますよね。まあ、幸いなことに、長島も、松浦も、前で、様子を見る。前受けで様子を見るタイプなので、 そこら辺で引いてから、えっと、先頭にいると、前受けすると、あの、引き切るまで時間がかかってしまうんで、巻き返しが効かないということがあるんですけど、今回の場合は、まあ、流し輪や松浦が前に取ってくれるとすると、えっと、引く時間が少なく済みんで、巻き返しがしやすいというのが、値段にとっては、この番組幸いするかもしれないですね。 で、南が、まあ、必ず一回は先頭に出ますね。そして、ただ、あのー、値段を当然警戒するでしょうから、ペースはそんなに落とさない。落としたら値段仕掛けますからね。さすがに、あの、荒い値段でも仕掛けます。まあ、ある程度ペース上げる。その時に値段がどうするんだろうと。仕掛けるのか、 あの、無理やり叩きに行くのか、それとも、竹内、竹内雄介なら、あの、叩きに行くんですけどね。二代やったあの、後方で何もせずに終わっちゃう危険性はあるかもしれないですね。どちらにしましても、あの、三番手を取っているのが、私は長島だと思います。というわけで、長島、 を、あの、本命にしたいと思います。行為から、えー、まあ、直線勝負だと思うんですよね。そうそう、あの、岡がついてるけどな、やっぱり長島地元ですから、早仕掛けはする必要はない。まあ、地元だから、決勝に乗るっていうこともあるし、一着取りたいでしょうから、もう、つ競争に徹すると思います。 えー、その、長島でいいと思います。そしてですね、えー、っと、ここでやっぱり、南の番手がもつれると、南が離れる。で、ここで値段が仕掛けないと、長島が番手だし、値段が仕掛けると、叩き合いになる。叩き合いになって、南が、 飛んできたときに、まあ、南、うち、うち、うちの場合はちょっと、あの、話は違うんですが、まず先に値段が前を取って、えー、っと、南が叩いてきたら、あの、値段が晩転にはまってしまう展開もあると思います。まあ、その場合、あの、値段と追走する大月、 この両者がチャンスになると。で、さらにまくってくる松浦。そしてですね、えー、南自身も実は粘っ、かなりの、あの、に、踏み直しがすごくうまいんで、粘ってしまう可能性はありますね。赤い、8の後ろが離れて、2が、あの、追い上げてはまったとしても、 直線変わさせないとか、なんとか長島が変わす程度というのはあ,あり得ると思います。えー、などちらにしま長島からこの4点折り返していきたいと思います。はい、次、11レースの準決勝戦です。ご覧の急に、武田取るが SQS 班。 出走してまいります。地元は金子雪、雪広と、かみえー、っと、レジェンド神山祐一郎ですね。これは三分線になりますね。えー、っと、バック回数は、古生が10回でトップ、えー、2番目が、えー、金子雪宏、えー。松川、山田が2回ずつ、中川が1回ですから、 えー、ただですね、ホーム回数になると逆転して、金子が6回、故障は4回です。なので、金、えー、胡椒、ねえー、はもう、あの、かましとか、早めのまくりで勝負するタイプ。一方、金子に関しては、もう、ゆ、あの、決まりてみると、まあ、まくりの方が多いんですが、行くと決めたら、こう、 仕掛けるタイプ。500バンクですから、ホームぐらいにフルピッチでっていう感じですね。やはり後ろ、武田投機そして、あの、温帯将の神山雄一を連れてますからね。どうしてもやっぱり仕掛けが早くなる。バック回数は金、金古将の方が多いんだけど、先行するのは金子だと思います。前は九州が取ってるんじゃないかなと思いますね。えー 回数は山田が3回で、そう飛び抜けてはいないんですが、おそらくこの九州3人、ちゃんと結束できるのかなみんな時代選手ですからね。そういう不安はありますね。中川も、まあ、人の後ろ回るように自分が前に回った方が、力発揮できるような気がするんですけどね。 逆に松川は面白いのかもしれないですね。まあ、どちらにしても古生のまくりを本命にしたいと思います。えー、まあ、地元勢が先行するけど、か金子の、金子自身は、それほど、まあ、かかりが良くないですから、竹田をかばおうとしても、まあ、縦に踏むなら別ですけど、 かばおうとしてもかばいきれない。で、やっぱり神山、最後、二次予選は最後、いい足、あんな後方に置かれて、あ終わったなと思ったんだけど、えー、っと、外を追い込んできて三着、なんとか三着、これ地元の意地を見せつ、見せたところなんですが、うん、ここになるとちょっと今の神山の足では厳しいのかなと思います。 まあ、故障がどちらにしても、あの、武田が踏む前に、えー、っと、仕掛けるでしょうから、まあ、仕掛けない場合、あの、三着まででいいよ。えー、指揮用には変わさせないよという場合は、武田との両立でしょうし、えー、っと、武田の仕掛けを警戒して、えー、っと、ちょっと、あの、タイミング早めに踏み出した場合は、指揮用の刺し目もある、 えー、2552でしょうし。あとは、まあし、信用できないけど、九州両者、特に松川ですね。松川はまくり、あの、鋭いですから、中川、追走にちょっと疑問があるんで、なんか案外ついていけない可能性はあって、松川だけが飛んでくるという展開は、 あの、考えた方がいいと思います。はい、えっ、ー、と、最終12レースの準決勝戦です。えー、平原康太が出てまいります。そして地元の神山拓也。この両者がやっぱり人気集めるのは確実でしょうね。はい、えー、ご覧の4分戦ですね。えー、っと、 これはですね、結構スタートを取ってる回数が多い選手が多く、笠松がトップで5回取ってますね。ということは、笠松が取るか、一番車の3回取ってる神山が取るかだと思います。バック回数、ホーム回数はもう言うまではないでしょう。これ、竹内が、あの、先手を取るのは間違いないと思います。 まただですね、えー、っと、笠松が前取った場合が問題でして、まあ、神山も一番車で3回 S 取ってるんで、平原が前受けかもしれないんですが、前受けで竹内を仕掛け待つのかもしれないですが、もし竹内が、笠松が S 取った場合は竹内前受けということで突っ張りを余儀なくされるので、 それがちょっとあの、竹内先行できるかっていう不安材料には多少なるかと思います。まあ、ただ私はあの、そ,それでも、まあ、突っ張ってでも竹内は先手を取らないとどうしようもないですから、ここはもうせ先、先手を取るセオリーでいきたいと思います。さてですね、行為。まあ、普通だったら平原が回るとこなんですが、 小原が気になるんですよね。小原が、まあ、ひを後方に置きたいと考えると、出させて、もし、あの、前受けをした場合、えー、っと、ひらが前受けした場合、出させてくれないんじゃないかなと。うちに詰められてしまう。まあ、もちろん平原はからこう狭く競争もできるんかもしれないですけど、小松崎の存在も含めて、ちょっと とあのもしかしたらもつれて足を使ってしまうという足を使ったり仕掛けのタイミングを逸してしまう可能性はあるかもしれませんそこでですねこう私はン、まあ、トツにあの平原神山拓也の人気になってるんですが私が狙いたいのはあの竹内の番手を回る笠松ですまあのー、守ろう とするより自分でもう縦踏んで抜け出した方がいいですね。で、笠松はあの穴屋ですんで、まあ、平原が、あの、しくじった場合は、展開的に笠松が有利になるんじゃないかなと思います。で、まあ、平原にしてみたら、あのー、唯一ここ三人のラインですから、 まあ3番手が田地区の池田とはいえ、番手に地元の神山拓也連れてますから、早い仕掛けになっても、というのは多少考えてるでしょうね。まあ竹内がかなりかかるんで、それを平原が、問題、まあ竹内が流した場合は、平原が叩く。 展開は多少あると思います、まあ、もしくは小松崎が委員を切ってしまってそれを平原が叩くという流れもあるかもしれないですね、まあ、小松崎は2社なんでそんなにあのペース上げませんとなると平原が行かざるを得ないという可能性はあるかと思いますですのでこの目になりますまず笠松からですと折り返しやっぱり平原に成す平原いると思います そして、えー、っと、竹内が、まあ、せ、事実上先行一社を立して案外残ってしまうケース、逃げ切りまであると。で、えー、っと、小原のまくり。で、えー、っと、平原が不発だったとしても、地元維持で神山絶対突っ込んできますから、この2位置もいると思うんですよね。そして、えー、っと、 同様に、小ばが巻くって不風発になった場合、結構、あの、ひ、東、好調に見えますから、しかも、点数差もそんなに実は、小ばとも、ないんですよね。なので、東面白いと思いますよ、この目だと。えっと、この下にお、あの、神山拓也からも言ってるんですが、その場合でもですね、あ、 書き忘れたら4も必要だと思います。紐として。えー、っと、前後しますが、下はですね、平原がもう積極的に行って、最後垂れた場合。まあ、垂れ、えー、っと、やはり地元の神山が指すという流れになると思います。で、池田との突き抜けすらあるんじゃないかなと。 また、おばらのまくり、そのおばらの後ろにいる東の突っ込み。このあたりを、えー、押さえとしてあげたいと思います。はい。えー、宇都宮記念3日目準決勝、長くなりましたら予想をお送りいたしました。 ゲーム動画でいこうではチャンネル登録者数を募集しておりますえ。1000人を目指したいと考えております。この動画下側のタイトルの右側にチャンネル登録ボタンあります。そちらを押していただくとチャンネル登録できますので、まだされていらっしゃらない方はぜひお願いいたします。また、あの、 いつもの通り高評価、コメント、えー、SNS などの拡散も歓迎しております。また、えー、当チャンネルでは、えー、ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレスを記載しております。よろしければ見てください。この画面の最後20秒で、えー、関連動画、動画プレイリスト流れます。 お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。また動画リストについては、えー、っと、そのリストの動画一覧の右上にリ、リストをですね、えー、っと、ブックマークするボタンがありますので、よろしければそちらを押していただいてブックマークしてください。よ、よろしくお願いします。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。